どうも、サジコンです。今回はですね、クロマニヨンズさんがですね、また新しいね、グッズをね、発表したので、そちらの方で、ね、開封していこうと思います。僕ね、クロマニヨンズさんのね、グッズもね、すごく好きで、たまにね、玩具系、おもちゃ系のグッズもね、発表されるんだけど、そのおもちゃ系もね、すごく大好きで、今回そのおもちゃ系ですね。いや、こんなでかい箱なんですけどね、結構案外小さそうですね。お、小さ。はい、ザ・クロマニヨンズのこのこよしおというわけで、こんな感じで、はい、これサムネね、はい、これね、多分ネジを回したら、のこのことこのよしおくんが歩くみたいです。いいですね。ちょっと向きをちょっとちゃんとしようかな。結構向きは大切にしたい方なんで、よいしょ。よいしょ。よいしょ。ノーカットですからね、これ。あ、これいいね。はい、こんな感じで。もうね、このパッケージも可愛いよね。メイドインチャイナですけどね。対象年齢6歳ということで。いや、ヨシオくんシリーズのね、このグッズもね、ほんと好きで、ヨシオバンクね、今3体持ってますけどね。普通のノーマルヨシオと、ツアーごとのヨシオがあるんですけどね。またね、近々ね、ちょっと、よしおくんバンクね、貯金箱をね、またぜひね、新しいの発売してほしいですね。今回は開けません。これ、今回ちょっと未開封のままでちょっと保存しておきたいなと思って、本当だったら2個買いたくて、1個はね、開封して遊んでみて、もう1個はね、未開封で保存したかったんですけど、残念ながら今ちょっとお金がないんで、今回はこの辺で終わりにしようと思います。レビューというよりか紹介ですね。レビューも紹介も同じか。開封はしません。はい。というわけでご視聴ありがとうございました。